データを破棄させるな。はっ、2班は本室の方へ回れ。サンプルを回収しろ。 A 班、チーク室の実験体の回収を終了しました。ご苦労様です、シグルス捜査官。うん、奴は私の研究をどうするのだ。貴様、自分が何をしているのか分かっているのか。お前たちに何が分かるのだ。人間は人を超えるのだ。神の力ではなく私の力によって。連れて行け。何がいけないのだ。人は変わらねば生きてはいけぬ。私はその手助けをしようとしているだけだ。それがなぜ分からぬ。いずれ変わらねばならぬのなら。シグルス捜査官、この子たちです。もう大丈夫だ。何もしないからな。怖がらなくてもいいぞ。TI 緊急指令。 M26 星系の外周軌道を周回する ITS 通信リレー衛星2674が機能を停止した。駐在社員からの連絡もなく、 ITS から調査に出した連絡艇も後日漂流しているのを保護した。保護した GCPO 護衛艦の報告によれば、調査員は正気を失っていたそうだ。 TI の諸君はリレー衛星に赴き、故障の原因を調査、駐在員の救出およびその機能を回復せよ。どう？さっき、大丈夫？うん、とりあえずは問題ないみたい。リレー衛星内の生命維持装置は機能しているみたいね。
というわけで、リリス、クレーネの発信よろしく。了解。あなたがちゃんとお仕事してるか、クレーネで見ててあげるわ。ありがとう。クレーネ配置 OK。 マップ表示。今回の任務は駐在員の救助および ITS の故障箇所の確認とその修理。はいはい。これが問題の駐在員、ゴールドダイスフィールド。サキー。ああ、エリアル。とにかく最上階のメインコンピューター室に向かって、あとはデータを転送してくれればこっちで故障箇所を分析するから。さっき、状況をセーブするには基本的にホワイトパンサーでするようにして。場所によってはデータが拾えるかもしれないから、それは試してみて。了解。じゃあ頑張ってね。さっき言い忘れてたけど、衛星内に正体不明の生命反応多数。気をつけるようにね。了解。数を正確に教えましょうか。遠慮しておく。ネズミか何かでしょ。はあ、大丈夫大丈夫。簡単に言ってくれるわね。ネズミだって数が揃えば。大丈夫よ、2桁はいないから。そういう問題じゃない。
三星殿、三星殿。何雪の樹。そろそろ逆制度を。オートコントロール。それにしても地上。あ、大変。どうしたのでござるか。この星にそんなものある。そういうわけで、三星さんの船の衝撃で家は壊れちゃって、住むところがなくなった俺たちは、和秀ちゃんが気を利かせてくれて、研究所の中に、外はボロボロだけど、あ、新しい家はこのすぐ、とにかく新しい家が、ああ、みんなここにいたんだ。天地、どこ行ってたんだ。天地様、お父様の本でわからないところがある。天地兄ちゃん、今日のご飯は何が食べたい。天地さん、何かお手伝いすることあります。天地殿、後で研究室の方へ。みゃーみゃーみゃー。うるせえぞおめえら、私が先だ。そんなこと誰が決めた。天地殿。天地兄ちゃん、天地さん。天地、天地様、天地兄ちゃん、天地さん、天地殿。にゃー。はっはっはぁ。朝あ、さ天地兄ちゃん。おう。朝ごはんの準備。うん。あ、そうだ。おう。あ、いけない。私は正義を貫き通し、真実というあなたの心の中に住む青春の、そんでもって GP、 すなわちギャラクシーポリスの2級警、名前は鈴木博和。そんでもって、そんでもって、その女は午後の、ああ、ちなみに私は博和ちゃんのサポートの、うん、ここは白亜の夢。私はギャラクシーポリスでも特別。犯人さん、このもん、はあ、素敵。私の憧れの人、さまざまな難事、地球に降りた私、私も絶対、そして恋に落ちて玉の腰に一発に。白亜ちゃん、白亜ちゃん、器用な言い訳してないで起きる。うん、わかる。ほら、ギャラクシーポリスの第7本部が見え、うん、早いわね。ちなみに、あと30万、うん、ちなみに、今高速の 97%。 へえ、もうすぐぶつかるわよ。ポッと、いきなり目が覚めてみたら、どうするの。は、ネトラ、イエスタ、ま、なるようになるって。この場合、ぶつ、はっきり言うと、そう。さよなら、ハクアちゃん。今までたの、さらば、友よ。それで、本部に。いや、実は、おお、眠ってたんです。なんだと。
出してば。ヒュ。そんなあからさまに反省してもダメだ。今回の不祥事だけではない。回収した家具。なんだ、そうだったんですか。まずは GP 規約に反する命令。は？保護地域への無断、これをす。は。ギャラクシーポリス。は。6ヶ月の減給、2ヶ月の勤務停止を。だって私は正義に燃えすぎるほど燃えてる素晴らしき私。月下の舞姫、猫姫、そしてプリティボンバー、おたーま！ジパング一の伊達男、歌舞伎團十郎様のお出まし！俺様に喧嘩売るなんざ100億年早え。ま、せいぜい怪我しねえようにな。にゃあなたのその顔が気に入りませんわ。この猫姫が地獄まで案内してあげてよ。行くわよ。にゃ、お姉様。一本目、始め。みんな！わかった！このカス野郎！おしりペンペン！あら、もうおしまい？何すんのよ！ジュンノ！何すんのよ！ジュンノ！シジェイ！
なんだなんだ、どうした。うわっ、私でいいんです。私とやりたい。いいわよ、お相手したすぎ。さっきから熱い視線を感じるんだけど、私を誘っているのかしら。残念だけど、あなたのような坊やを相手にする気はなくってよ。それに私は見つめられるだけで落ちる女じゃないわ。もっと女性の口説き方を勉強してからいらっしゃい。何？まだ何かご用？そんなに私と付き合いたいのかしら。わかったわ。私のハートを熱くしてくれたら考えてあげてもいいわよ。私ね、強い人が好きなの。この意味わかるかしら。その気があったらいらっしゃい。お相手してあげるわ。何をするのかですって？決まってるじゃない。楽しいこと。結構やるのね。さあ続けましょう。夜はまだまだ長いわよ。皆さん、今日から皆さんと一緒にお勉強することになった転入生のロルフィーさんです。皆さん仲良くしてくださいね。ロルフィーです。いろんな人がいる。
と仲良くできるかな。ではロルフィ、頑張ってくるのですよ。はい、お母様。ここは魔界の中央にある魔法の国ソーサリリア。この国のプリンセスロルフィは修行のため魔法の使われていない世界へ行くことになりました。でも13歳の彼女一人では不安なので、3人のお姉さんも一緒についていくことに。けれどロルフィは知っています。魔界の奥に住む闇の魔族たちがその世界に侵入したことを。そしてその闇の魔族たちの企みを阻止するために3人の姉が行くことを。ロルフィは思いました。よし、私がやっつけてお姉様たちに楽させてあげようっと。いよいよ出発です。どうかしましたか？あ、いいえ、なんでもないんです。皆さん、よろしくお願いします。はじめまして、私、中野陽子、よろしくね。隣の席に座ったのも何かの縁。わからないことがあったら何でも聞いてね。ありがとう、こちらこそよろしく。仲良くしようね。あ、教科書とかはまだないんでしょ？いえ、一通り揃ってます。用意いいんだね。姉様にしっかり予習しとけって早めに渡されてたの。
結構お嬢様育ちなんだね。そんなことないよ。ロルフィーさんは本当に日本語が上手ね。勉強したの？いえ、その小さい頃日本に住んでたんです。うちでも日本語で生活してますし、そうだったの。英語も得意なんでしょ？いえ、実は英語は苦手なんです。そう。まあいいですよ。他の勉強も頑張ってね。はい。なんとかごまかしたぞ。魔法で日本語だけ使えるようになったなんて言えないもんね。ドルフィーって面白いね。日本語ペラペラ、英語の。
外の光浴びた部屋はまだ散らかっていて、誰にも見せたくない夜の時間のうちに奴はいなくなっていた。笑ずだね、わがままは昔のまま、直せればほんと苦労しない、でも私は私覚悟ぐらいしといてよ、見つめたくて会いたくて本音で生きるなら人じゃできない戻りたくて甘えたくて、どこまで行っても孤独の宇宙。ようこそ、少佐。少佐のために新しいデータを作成します。太陽系4番惑星火星、この星は人類の移民先として期待されていた。しかし、この新しき生活の場を開拓しても、人間の本質は昔と変わらなかった。おい、46より敵襲！第三動力の避難！地球歴96年、火星の企業施設軍マクトと火星政府の間で紛争が発生。地球国連軍が加わった戦火は、火星の軌道上まで吹き上がった。3年の長きにわたった戦闘は現在停戦状態となっている。しかし全勢力は未だ互いを牽制し合っていた。おお、少尉、待ちかねたよ。私がこの基地の司令官ウーヒー・リーゲンだ。召喚でいいぞ。ここではそれで通っているからな。君のこともファーストネームで呼んでも構わんかね。まあ固いことを言うな。これから長い付き合いとなるんだ。君の前の舞台での噂。
赤コーナー150パウンス、トヨタマナミ。青コーナー150パウンス、ヤマダトシ。生ぬるい。このような遊戯であやつらは満足しておるのか。我らが真の格闘技を見せてやろうぞ。このレベルでは私の出番はなさそうだな。まあせいぜい楽しませてくれよ、前場のトップレスラーたちよ。赤コーナー230パウンス、アジャーコンキュー。青コーナー125パウンス、ヒヨン。
の試合も優勝を狙っちゃおう。私と一緒に楽しくお勉強しましょうね。じゃーん。この中学校の制服かわいいでしょう。さあ早く行かないと入学式に遅れちゃうわよ。もう寝坊なんだから。そんな荷物ぐらいな僕たちが運びますよ。ごめんなさいね、日直を代わってもらっちゃって。まだ持っていきたいものいっぱいあるんだけどな。やあ、舞妓さんよ。お越しやす。私たち今日から高校生ね。もう私が一緒にいないとダメなのかな。いい。何でございましょうか、お嬢様。いいえ、何でもありませんわ。にゃっ、ありがとう。あなたって私の命の恩人よ。この程度で命の恩人になれるの？今年はどんな子たちが来るのかしら。いい子たちだといいけれど。私を一人ぼっちにしないって約束したじゃない。どの時代に初恋を感じる。初恋は高校生の瞬そうそう、自分の名前登録ねえ、これねえ、初恋相手がっかりだね。どの時代に初恋は高校生そうそう、ねえ、青柳みもりさんは感激屋さん
あたしはよろしくね。修学旅行か。明日から修学旅行。博士。荷物はもう準備。お買い物するも。私には私でもいい。修学旅行の告白。隣のクラス。三森さん。私いっぱい書いたよ。三森さん。あ。高瀬、玄関から帰れよな。気にしない気にしない。それじゃあおやすみなさい。旅行にし、三森さん、あ、これからどうし、いくら稼げばいい？高瀬。ごめんね、私を、三森さん、もうして、もの、絶対、初恋、説教、命の。それじゃあ、この時間、でもちゃん、私ついさっき起きたんだ。16時間は寝たんじゃないかな。これで充電バッチリって感じだよね。これからどうす。ごめんね。